地鉾がある。ナザ、さすがにこの目の危険性に気づいたか。だが少々遅い。うん、刻みのつく読みで刻んだリンクは今や忍界中の忍びにある。それがどういうことかもうわかるだろう。奴らのチャクラは俺が握っている。そして俺はそれを自在に集めることができる。集まる膨大なチャクラは万華鏡シャリンガンの力を最大限に引き出し、あの力をも再現できるのだ。これは、おいおい、最もコピーゆえか形はいびつなものだが、お前たちを葬るにはあまりある力だ。何せ今のお前たちは当代最強ではないか。触れば吹き飛ぶ小さき存在だ。さすがにしぶといな。だが終わりだ。それが抵抗か。もはや枯れ果てたチャクラを振り絞り必死に時間延ばしをするだけではないか。これが歴史を作った二人の最後の姿とは無様だな。待ち、集中しろ。これでお前たちの時代は終わる。これからは俺の時代だ。死ね。ボルト、なぜ貴様が。貴様はすでに話か。私は嫌い。臨界待ってろ、すぐに終わらせてくる。最後の最後でくだらぬことを。助かったボルト。この戦いはもはや子供が出しゃばるものではないのだがな。
てめえはやりすぎだってばさ。今の時代ってのは父ちゃんたちがいろんなもんを乗り越えてやっと作り出した時代だ。それをむちゃくちゃにしようとしているお前は許せねえ。けどな、何より許せねえのは辛い思いをしてきたナナシを利用するだけ利用してまるで人として見てなかったことだ。バカも、ナナシは兵器だ。兵器を利用して何が。ナナシは俺の友達だ。友達をむちゃくちゃにしやがったお前は絶対に許せねえ。アセ、俺がナナシにチャクラを与えられただけの存在。いいだろう。いずれにせよ影につながる者は始末する計画だ。ここで貴様を消しておいてやろう。子供がやるってのに親がバテてるわけにはいかねえな。同感だ。弟子に遅れを取るわけにはいかん。お前には負けねえ。切りつけてやる。かつての英雄も俺にとってはただの糧に過ぎん。貴様らを葬ることでここから新たな時代が始まる。もう神になった気でいるようだな。最後たちの神だってばよ。クリッケー。準備完了だ。力をコントロールする必要があったのでな。動作テストの王に森を破壊させてもらったが、まあいずれ臨海全土が戦場となるのだ。いつも言いたいなかろう。戦場になんてさせねえよ。このまま決めてやる。たかがナナシのためにそこまで必死になるか。
したか知らねえのか。知っているぞ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられる。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったのだ。これは奴を有効活用しただけ。それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えであいつの生き方を測った。あいつは人間だ。兵器なんかじゃねえ。いいだろう。仮に人間だとしよう。だからなんだ。結局何も変わらんよ。奴は人間でありながら人間に利用され、挙句捨てられる。その運命は変えられる。悲しいことにな。それは違う。運命は変えられる。俺はそんな奴をいっぱい見てきた。お前が崇拝してるペインだってその中の一人だったよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。俺からすると古い考えに縛られているお前こそ悲しい男だがな。そんな男が神になるなどと笑わせる。所詮貴様はここまでの存在。さっさと消えろ。貴様で諦めてたまるかよ。どうぞ。決心が見切れない攻撃ではないぞ。鬱陶しい奴らだ。なぜここまで抗う。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってばさ。終わるのはお前が勝手に想像してる不神経な理想だ。父ちゃんたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。エルツ、てめえを倒したあんたでもな。準備完了。されているだと。俺は新たな時代を作る神だぞ。こんなこと認められぬ。時代ってのは人が作るもんだ。自分勝手な神様はお呼びじゃねえんだよ。螺旋丸。なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜ俺がこんなガキに。俺たちを
戦う術がない。渦巻きボルト、貴様を侮っていたのが敗因か。違う。この時代ってのはお前が思ってたよりも強えんだ。お前は父ちゃんたちが作った時代に負けたんだってばさ。強いか。果たしてその言葉、この先も言っていられるかな。俺が言ったことは間違っていない。今の世には戦いを望む者が多くいるのは事実だ。だからって人を物として扱っていいわけじゃねえ。お前のやり方は誰のためでもなかった。ただの自分勝手だ。言うな、子供の分際で。だがお前はその子供に負けた。当然だってばよ。何せその子供たちこそ俺たちの火の意志を受け継いだ新しい力だからな。絶対に折れねえ強い力だ。そんなものがこの俺よりも上だと。決して折れぬ神のごとき意志があれば世界を変えることなどたやすい。そんなものが忌々しい。ナナシは自分のこと分かってるから。ボルト、私さ嬉しかったんだよ。ボルトが友達って。でもやっぱり辛くて辛くて、昔のこと忘れられなくて、すごく迷って。 だけど私もういいよ、分かってるから。ごめん。いいって。あれ、ボルトどこ。大丈夫だ、ここにちゃんといるってばさ。これボルトの奇跡。小さいけど大切。もらってくれる？もちろんだ。つうかまだまだ大きくしねえと。これからいっぱい遊んでよな。嫌だな。なんで最後なんだろう。もっと一緒にボルトと。悔しい。
手。今回は失敗でしたが、次こそは。こうしてゼロが起こした反乱は終わった。幸いにも五大里の忍びたちに大きな被害はなく、たった一人の少女だけが犠牲となって。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったのに。以上の捜査が行われ、いわゆるゼロの反乱によるスパイ容疑で捕まった忍びは10名を超えました。またゼロに資金提供をしていた有力者も絞られてきており、今後火影室主導の本格的な捜査が開始される模様です。約束のもんとは違うけど、これを渡しとくってばさ。わあ、綺麗。結局父ちゃんの首飾りはもらえなかったからな。あ、けどそれは貸すだけな。兄ちゃんにとって大切なもんだから。そんなに大切なものなのに私がもらっていいの？ああ、いいんだ。そいつはさ、ずっとずっと影にいたんだけど、ようやく出てこられた。だからさ、これからはできるだけそいつにお日様を見せてあげたいんだよ。でも兄ちゃんはこれから任務で忙しくなるし、それになくしちゃうかもしれないだろ。だからひまわりにそいつを頼みたいんだってばさ。よくわかんないけど、大事にしてればいいんだね。そういうこと、わかってんじゃんか。それじゃ遊びに行ってくるね。おう。日の当たる道ってやつを。